おい、起きろよ。はい、サンドイッチ。ベーコンレタスサンド、いかがですか？俺は三道高校2年の八神凛太郎。今日は面倒な図書委員の当番の日だ。はぁ、くじ引きで決まったとはいえ、なんで俺が図書委員なんか。ちょっと凛太郎、その本はそこじゃなくて隣の棚、他のもちゃんと作者順に並べてよ。こいつはクラスメイトの桃山千鶴。俺と同じ図書委員だが、チビで口うるさいやつだ。めんどくせえな。そういう決まりなんだから仕方ないだろ。それとも何、俺がめんどくさいやつだって言いたいの？誰もそこまで言ってねえだろ。いちいち噛みつくなよ。先に文句言ったのは凛太郎だろ。几帳面な千鶴は細かいことが苦手な俺とは真逆のタイプだ。だからこそ俺たちは何かと衝突することが多かった。やっべ、今日掃除当番なの忘れてた。この後バイト入ってんのに。俺特に予定ないから当番変わろっか。マジ？サンキュー千鶴、相変わらず気が利くな。いつも周りに気を使ってばっかりでよく疲れねえな。そうだ凛太郎、今度の日曜予定開けておいてね。日曜？なんかあんの？前からお付き合いしてた人と婚約することになったの。向こうにも凛太郎と同い年の息子さんがいるから、一度両家で顔合わせしようと思って。この時俺は、親が再婚したら同い年の兄弟ができるのかなんて軽く考えていた。は？千鶴、なんで凛太郎がここにいるわけ？あら、二人とも知り合いなの？知り合いも何も、クラスメイトだよ。婚約者って千鶴の父親だったのかよ。こんな偶然あるのね。でもちょうどよかったわ。私たち来月で出会って1年になるから、そこで入籍しようと思ってるんだけど、一足先に同居しようって話してたの。同居？クラスメイトなら全く知らない仲でもないし、より親睦を深める機会になるでしょ。うちは部屋も余ってるから、いつでも越してきてくれ。俺たちが一緒に暮らすの？こうして俺たちは千鶴の家で同居することになったのだが、なんか一緒に家を出るって変な感じ。これじゃあ新婚みたいじゃねえか。新婚って変な言い方するなよ。何赤くなってんだよ、ただの冗談だろ。あ、なんでいきなり入ってくるんだよバカ。入ってるって知らなかったんだからしょうがねえだろ。いいから早く出てけ。なんだよ、わざとじゃねえってな。お待たせ、風呂開いたよ。何？どうかした？いや、なんでもない。風呂行ってくる。何ドキッとしてんだよ俺は。そうそう、急な話なんだけど、明日から5日間私とお父さんはハワイ旅行に行ってくるから。は、旅行？婚前旅行ってやつだよ。もう高校生だから二人だけでも大丈夫だろう。家のことは大丈夫だけど。5日間も千鶴と二人きりで過ごせっていうのかよ。今でもお互い気まずいってのに。それじゃあ行ってくるわね。お土産買ってくるから。行ってらっしゃい、気をつけてね。今日から5日間もお前と二人きりなのかよ。悪かったね、俺なんかと二人きりで。
誰もお前なんかとは言ってねえだろ。嫌そうにため息ついてたし。単なる癖だ。いちいち上げ足取るなよ。別に喧嘩したいわけじゃねえのに、毎回こうなっちまう。これは先が思いやられるな。喉乾いた。まだ3時か。あと3時間は寝れる。寒い。あれ、俺の布団は？って、凛太郎？なんだよ。静かにしろって。ちょ、凛太郎、起きろってば。千鶴、なんでお前が隣にいるんだ。それはこっちのセリフだよ。俺のベッドで何してんの。お前のベッド。あ、悪い。寝ぼけて間違えた。寝ぼけすぎ。しかも俺の布団奪ってるし。悪かったって。だからあと10分。寝るな。遅刻するだろ。朝ごはん作るからちゃんと顔洗ってきなよ。抱き心地いいじゃん。今夜は手っ取り早く鍋にしちゃうね。料理得意なのか。うちはずっと父子家庭だったし、家事はほとんど俺が担当してたから。なんか今日よくくしゃみ出るな。風邪でもひいたんじゃねえの。誰かさんに布団取られてたからな。あれはしょうがねえだろ。寝ぼけてたんだから。凛太郎って体はでかいのに子供みたい。笑った。相変わらずチビだし口うるさいけど、笑うと可愛いじゃねえか。取り皿出さないと。もうちょっと。ほら、取ってくれって言えよ。危ねえだろ。あ、ありがとう。そうやっていつも素直にしてりゃいいのに。待って。千鶴。違うんだ、その。ごめん。なんだよ、冗談だって。凛太郎。なんかいろいろ最悪だ。翌朝。千鶴、まだ起きてねえのか。寝坊なんかするタイプじゃねえのに。まさか昨日のことまだ怒ってんのか。千鶴、入るぞ。昨日は俺が悪かったって。千鶴。凛太郎、すごい熱じゃねえか。本当に風邪ひいちゃったみたい。俺のせいだ。風邪薬どこだ。いや、先に何か食う方がいいのか。風邪の時って何を食うのがいいんだ。おかゆ。なんか作ったことねえけど、米と卵があればどうにかなるのか。せっかく同じ家に住んでるんだから、ちょっと頼れよ。凛太郎。千鶴。ずっと看病してくれてたんだ。わかりにくいけど優しいところあるんだな。俺も
いつも素直になれなくてごめん。俺からのキスは避けてんじゃねえよ。え、起きてたの？今起きた。てっきり嫌われてんのかと思っただろ。あれはその、いきなりだったから、どうしたらいいかわからなくて、ごめん。だったら、今度はもう逃げるなよ。俺はお前みたいに気が利く人間じゃないんだから、思ってることをもっと素直に言えよ。看病してくれて、嬉しかった。ありがとう。ちょっと、凛太郎！今のは千鶴が悪い。俺今病み上がりなんだぞ。それに、俺たち兄弟になるのに、父さんたちになんて説明すれば。もういいわ。あなたがそんな分からず屋だったなんて思わなかった。ね、それはこっちのセリフだ。婚約なんて解消よ。凛太郎、今すぐ帰るから荷物をまとめなさい。俺たちが兄弟になることはないみたいだな。あ、仲を深めたのは俺たちの方だったってこと？まあ、結果オーライだろ。ご来店ありがとうございました。今日のサンドイッチの味どうだった？コメントで教えてね。チャンネル登録とツイッターのフォローもよろしくお願いします。あ、麺噛んだでしょ。うるさい。